皆さん、こんにちは。1982年、映画「蒲田行進曲」で一躍ブレイクを果たすと、その後は数々のテレビドラマ、映画、舞台に出演し、俳優として確固たる地位を確立している平田満さん。実はそんな彼が事故死したのではと言われています。そんな平田満さんの事故の真相と、家族、奥様との馴れ初め、平田満さんのブレイクのきっかけとなった蒲田行進曲での一幕などを調べてみましたので、ぜひ最後までご視聴お願いいたします。平田満さんといえばドラマ、映画の蒲田行進曲が有名ですね。平田満さんが芸能界で活躍するきっかけは、早稲田大学1年生の時に学生劇団しばらくに入団し、劇作家の塚康平さんと知り合いたのがきっかけのようです。その後、塚康平さんの作品に数多く舞台出演しました。そんな中で一躍ブレイクするのが、冒頭で述べた蒲田行進曲でした。蒲田行進曲でほぼ初めて映画へと挑戦した平田満さん、メインキャストの村岡安二安役を演じ、一躍脚光を浴びました。しかし当時はまだまだ映画に不慣れだった平田満さんは、深作欣二監督や共演の松坂慶子さんに気遣ってもらっていたそうです。監督の深作欣二さんには意見を求められ答えると、基本的には同意してもらったり、カメラの回っていないところでも役名の安さんと呼ばれたり、最初の段階からいいんだいいんだ、舞台そのままで、変に映画用の芝居とかじゃなくて舞台でやってるように芝居してくれればいいからとも言ってもらい、深作欣二監督は平田さんがより良い演技ができるように気を配っていたようです。舞台の蒲田行進曲で安役を演じていた柄本明さんを見ていた平田満さんは、とてもやりやすかったそうです。ただ他の役者には、いつもこんなテンションでやってるのと異様がられていたそうですね。平田満さんは、優しかったですよ、僕を見てすぐに、こいつはこういうのは初めてなんだなと分かってくれたんでしょう。怒ることは全くなくて、何度もリハーサルしてくれたり、ここにフレームがあってこう顔が映るんだよと教えてくれたり、監督がそうしてくださるとスタッフも、あのできないやつがとはならないんですよ、監督がそうならそれについていこうということだったんじゃないですかねと語っています。またヒロインで安の妻となる小夏を演じた松坂慶子さんも、すでに大スターでありながら、平田さんにとっては雲の上の人だったそうです。腰が低く、平田満さんの方が塚さんの舞台を知っているということで、こんな芝居でいいですかと聞いてくれたり、撮影が終わった後も無視することなく普通に話をしてくれたそうです。撮影後、平田満さんは、良い人たちに出会えましたね、おかげでどうしたらいいかと悩むことなくやれました、芝居自体は知っているし、深作欣二監督からも舞台と同じようにやればいいということだったので、これはダメあれはダメと言われたことはなかったですが、その代わりリテイクは多かった、体力だけはありましたから、10回でも20回でもやりました。最初で最後の映画くらいの気持ちだったので、深作監督や松坂慶子さん、仲間と一緒に撮れただけで幸せだと思っていましたと語っていました。こうして安役が当たり役となった平田満さんは、その後映画にテレビドラマにと出演オファーが殺到し、たちまち人気俳優の仲間入りを果たすのですが、平田満さんによると、それは次はこんなのがあるんだと、まるでディズニーランドの次から次へ世界が移っていく乗り物みたいな感覚だったそうです。台本に名前があるような役で出られるようになって、今までやっていられるのもそのおかげだと思います。塚さんが常に先頭で引っ張ってくださったので、その後をついていったのが正確なところ、自分がこうしたいというよりはいきなり運命がやってくるような感じです。
そんな映画メインキャストデビューを果たした平田満さん、一体どのような人物なのでしょうか。平田満、1953年11月2日生まれ、愛知県出身。早稲田大学在学中、学生劇団しばらく時代に塚康平さんと出会い、1974年劇団塚康平事務所旗揚げに参加。初級革命講座飛龍伝、73年熱海殺人事件、73年いつも心に太陽を、79年蒲田行進曲、80年などのほとんどの作品に出演する。また映画蒲田行進曲、82年深作欣二監督では舞台と同じ安役を演じ、82年度日本アカデミー賞最優秀主演男優賞、報知映画賞最優秀主演男優賞をはじめ多数の映画賞を受賞。82年に劇団は解散。そんな平田満さん、1981年1月女優の井上加奈子さんと結婚されています。お二人の出会いは、平田満さんが早稲田大学の1年生の時、1972年で、平田満さん同様井上加奈子さんも劇団しばらくに在籍しており、当初は演劇仲間として親しくなったそうですが、シャイな平田満さんにとって井上加奈子さんは心を許せる友人のうちの一人だったそうです。そんな中、平田満さんは次第に友人としてではなく異性として井上加奈子さんに惹かれていったそうで、まだ交際していなかったにもかかわらず井上加奈子さんにプロポーズしたそうで、当然といえば当然ですが断られてしまったそうです。そしてその後はまた友人としての関係が続いたそうですが、どうしても諦めきれない平田満さんが再び井上加奈子さんにプロポーズすると、井上加奈子さんもそんな平田満さんの諦めない姿を見て結婚もいいかなと思ったそうで、プロポーズを受け入れ結婚となったのだそうです。ちなみに井上加奈子さんも平田満さん同様塚康平事務所の劇団員だったため、二人で塚さんに結婚の挨拶に行ったところ、塚さんは付き合っていることは知っていたそうですが、結婚するとは思っていなかったようで、そうかと一言だけつぶやいたそうです。結婚後、井上加奈子さんは舞台の上でのハードな緊張感を家庭に持ち込むのは精神的にきついと、前年の1980年12月28日まで出演していた紀伊国屋ホール上演の飛龍伝80を最後に引退すると、主婦業と子育てに専念していたそうですが、2006年には夫婦で企画プロデュースするあるカンパニーを立ち上げると、舞台で共演するほか一般の人向けにワークショップなども開き、若い劇作家を育てることにも力を入れているそうで、平田満さんは家庭に芝居を持ち込んでいるようなものかな、ははと語っています。そんな平田満さんと井上加奈子さんの間には男の子が一人と女の子が二人誕生しているのですが、情報がないことから3人とも芸能人ではなく一般人のようです。映画蒲田行進曲で同名原作脚本を手掛けた劇作家の塚康平さんが2010年に肺がんのため亡くなっています。その際、平田満さんは塚さんの突然の訃報に今は何を申し上げてよいか言葉にならない状態です。あまりにも早いお別れにショックを受けています。ただただ残念です。大きな存在をなくしてしまったとしか言いようがありません。謹んでご冥福をお祈りしますと苦しい胸の内を明かしています。2010年1月に肺がんに侵されていることを明かし、2月の舞台飛龍伝2010ラストプリンセスでは病室から電話で演出を行うなど強い気持ちで病と戦っています。今年8月には新作新蒲田行進曲の上演が控えていただけに、その早すぎる死が惜しまれています。次は平田満さんの家族についてです。平田満さんにはすでにお孫さんもいらっしゃるようで、
平田満さんの自宅の近所の商店街の某店主は、コロナ禍前までは娘さんとベビーカーに乗った。お孫さんとよく商店街で買い物をしていたよ。孫を抱っこしてすごく楽しそうにしていたのが印象に残っているね。でも感染対策なのか、去年の春以降は見かけなくなった。別の店主も、学校の帰り道だったのか、お孫さんと娘さんとたい焼きを買っている姿を何度か見たよ。ここ1年半ぐらい姿はお見かけしないね、と明かしています。ちなみに平田満さんのお孫さんが通っていた保育園には、祖父母が特技を披露するポレポレの会という発表会があったそうですが、平田満さんは上のお孫さんが保育園に通い始めた2014年から、下のお孫さんが卒園する2019年まで、奥さんの井上かな子さんと毎年参加し、子供たちに本の読み聞かせをするほか、さすがプロの俳優だけあり、保護者も聞き惚れてしまうほど上手だったとか。孫たちが小学校に通うようになると、運動会も欠かさず見に行っているそうで、やはり孫は可愛くて仕方がないようです。そんな平田満さんをネットで検索すると、なんと死亡と出てきます。不思議に思い調べたところ、平田満さんが以前交通事故を起こしたことから死亡という噂が立ってしまったのではないかと思います。以前に平田満さんが運転していた車で事故に遭われたそうで、この時ご自身は運転されてなかったようですが、相手側の急な車線変更だったそうです。この接触事故で大きな怪我はなかったそうですが、相手が小さな子供を乗せている女性だったことや、平田満さんの人柄の良さなのか、迅速な事故処理だったようです。たまたまこの事故に遭った日が2014年まで放送されていた笑っていいとものテレフォンショッキングに出演だったことから話題になったようですね。現在の平田満さんを調べると、変わらずお元気でお過ごしのようです。現在でも現在も数多くのドラマや映画、ナレーションなど本当に数々の作品に出ておられるようですね。そんな平田さんは現在では NHK で放送中の連続テレビ小説虎に翼で初代最高裁判所長官で、裁判官星光一の父親役、星智彦役として出演されています。平田満さんの演じる智彦は、自身の著作の開講作業を主人公の虎子に手伝ってもらうことになり、交流を深めます。穂高重親、小林薫とも、おいてますます高い理想を語らう親しい仲です。平田満さんは今回の役に対し、朝ドラはいろんな時代のいろんな人物がお茶の間に登場するので、懐かしさと親近感があり、いつも楽しく見ています。今回は熱量とテンションの高い伊藤沙莉さんの、しかも裁判官のお話なので、期待も高まるばかりです。最高裁長官というこれまで演じた中で最も偉い人をやるのは荷が重いですが、ご覧になる方が気持ちよく一日を始められるようリラックスして臨みますと語っていました。いかがでしたでしょうか。平田満さんの事故死について調べてみました。しかし現在も変わらずお元気でお過ごしのようですね。これからも変わらず日本映画ドラマを牽引する一人として活躍していただきたいです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。